で待たせるんだ。君っていつも何か言いかけて、結局言葉飲み込むよ。古きが好きなのは知らない誰かにだけ、今度の自分隠しで演じてみたいだけ。今日の生き方も誰かのお古なのか、どうせまた古い雪。どうでもいいけど、どうでもよくないし、どうにでもなればいい。毒にも薬にもならない。一応はチクタクとただ繰り返す無駄か。僕たちの道剣だって主張して、もったいない生産性いかないとか大人から見れば腹立たしい。君は何を放棄したんだ、そして何を諦めたんだ。でもそんなに不幸に見えないのはなぜ。君が気になってしまうよ。僕には僕はその盾になるしかない。流れ常識に傷つくのなら君の代わりに僕を炎上してやるさ。いつだってそばで立ててやる。悪意からの嫌いし、石なんか通じない。長期戦何回取り過ぎれば開くんだろう。ずっと前から知っていたはずさ。電車なんか来ないで。一人が楽なのは話さなくていいから分かってもらおう。なんで努力もいらないし、何も関わらず存在知られたくない。態度をしたくなる。それでもいいけど、それでも息をして、それでも生きてるし、幾つの扉を閉めたり鍵をかけて引きこもってじっとして、ただ儚すけどこの若さしおれるまで使い切れず持て余す時間が、ほぼな夢を殺すだけだ。僕は何に惹かれたの、僕は何に期待するの。僕を不幸に見えるというのか。君は感動のないものとして、君は感動のないものとして、いつだって味方だ。信じることは裏切られること、心を開くことは傷つくこと、泣かないのような悲しみに打たれないように。僕はどう